スティーパン・メシッチは、クロアチアの政治家。2000年より、同国大統領を2期10年務めた。自由主義、親西側派の民族主義者であり、クロアチアのナトー加盟を支持した。1970年代初め、ユーゴスラビアにおける、クロアチアの権利平等を求める、反政府運動に参加。禁錮2年の判決を受け、1年間服役した。釈放後、 法学者として働き、科学活動に従事した。1989年、クロアチア民族運動、クロアチア民主協力の創設に参加し、初期、後に、党執行委員会議長となった。1990年、メシッチは、共和国政府を率い、ユーゴスラビア社会主義、連邦共和国大統領評議会の議員となった。 憲法上の議長交代制度に従って1991年5月15日にユーゴスラビア大統領評議会議長となった。最後の国の指導者となる希望を再三表明し、ユーゴスラビアの分割に参加。1992年、独立したクロアチア共和国の議会議長。1994年、HDZ の政策、特にボスニア問題への不同意により解任。 1997年5月、ハーグ裁判所に自発的に出廷し、ボスニア・ヘルツェゴビナ内でのクロアチア人部隊の活動について証言した。HDZ を脱党し、クロアチア独立民主党を設立。同年、HND 解散後に、クロアチア国民党党員となり、HNS のダグレブッシブを率いた。2000年2月7日、クロアチア共和国大統領に選出。 2005年1月17日、投票数の66%を得票し、大統領に再選。2005年の大統領選での公約は、クロアチアの EU 加盟と欧州民主国家の地位獲得だった。任期中に EU 加盟は果たせなかったが、2013年に加盟が実現した。クロアチア、ビロビティサポドラビナ軍オラホビツァ村出身。1961年。 ザクレブ大学法学部卒業。英語を話し、ロシア語も少し話せる。ありがとうございます。